弟子屈町公式ニュースです。いきまーす。よいしょー。はい、めっちゃ綺麗だ。惜しいです。皆さん1ヶ月間お疲れ様でした。ありがとうございました。お世話になりました。それでは伝えていただきましょう。平原さん、はい、こんばんは、ありがとうございます。はい、平原さん、ローカルフレンズ1ヶ月間滞在お疲れ様でした。次はぜひプライベートで弟子屈町に訪れていただいて、弟子屈町の大自然を満喫してほしいと思ってますので、よろしくお願いします。待ってます。平原さん、1ヶ月ご苦労様でした。本当にいろんな面で弟子屈町に張り付いてもらって、多くの場面を見させていただきました。心よりお礼申し上げたいと思いますし、また川上君たちもしっかりと育てながらやってくれてるなと思いますので、これからもいろんな面で協力してもらいたいと思いますし、よろしくお願いします。平原さん、お疲れ様でした。食べに来てくれてありがとうございました。いや、またね、こっち手近に来た時にね、ぜひお店に寄ってください。お元気で。元気で。お疲れ様でした。平原さん、1ヶ月お疲れ様でした。 NHK 札幌局ディレクターでローカルフレンズ班の大住と申します。平原さんの VTR を毎週受け取ってたんですけど、毎回ですね、その弟子屈町にまた行きたくなる理由が一個ずつ増える、そんな快感がありました。本当に弟子屈町の皆さんが平原さんのことをこう受け入れてくれて、なんかすごくいじったり楽しんでる姿を見て嫉妬しておりました。今回の放送滞在をきっかけに、もっともっと弟子屈町の魅力を道内に伝えていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、平原さん、お疲れ様でした。1ヶ月間弟子屈町を満喫してもらえたでしょうか。まあ、いろいろなかなかすごいいいところも見られたと思うんですけども、まだまだ見れてないところもあると思いますので、ぜひ今度はまた他の NHK の方とか、あと家族の方とかで、またプライベートでもぜひまた弟子屈町の方に来てください。よろしくお願いします。皆さん、待ってますよ。平原さん、1ヶ月間弟子屈町の取材お疲れ様でした。またクッシャラコにもサーフィンしに来てください。ありがとうございました。こんにちは、国分です。平原さん、弟子屈町の滞在お疲れ様でした。今僕は川下り中なんですけれども、この現場からちょっとメッセージを、平原さんの摩周岳の登山の姿にですね、僕は感動させていただきました。それだけは伝えさせてください。またどこかで会えることを楽しみにしています。平原さん、弟子屈町にお越しいただきありがとうございました。1ヶ月という短い期間ですが、取材していただき本当に感謝しています。平原さんのディレクター、ちょっと間違った、ちょっと間違った。平原さんのアナウンサーのような声とっても素敵でした。また来てください。平原さん、1ヶ月後メロン収穫しに来てください。朝4時からですけど。まだ来てー、やばい。平原さんにとってここ空気が良くて水も美味しくって、いろんなものが美味しいから、そういう食べ物が癒しになったらよかったかなって思ってます。だから何か疲れたなっていう時にはまた。
可愛い温泉弟子鹿町へ来て美味しいものを食べに駅を養いにあのふるさとに帰ってくるような気持ちでやってきてください。そういう思いです。平田さん1ヶ月間お疲れ様でした、平田さんがちょっと帰ってから家に帰ると平田さんがいないのもちょっとすごい寂しいです。でもこれからまた札幌とかこっちに遊びに来た時に会えるのを楽しみにしてます。これからもお互い頑張りましょう。平原さん1ヶ月間のローカルフレンズのいただき本当にお疲れ様でした、いろいろと不安なこととかも僕もあったんですけども、平原さんのですね本当にあの朗らかな素敵な性格をもういろんなことに助けられまして楽しく1ヶ月間過ごすことができました、まだまだ僕らは弟子鹿町の魅力を発信していきますんで、次回は弟子鹿町の特番をですね平原さんに作ってもらってそれを一緒に素敵な番組作れたらななんて勝手に思ってます。いつでも遊びに来てください。ありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。